はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画の関数の第17弾をやっていきます。で、今回はこの問題やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、いつも通り画面を下げてから解説ね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっとね、画面下げるんでお待ちください。よいしょ。ほっ、行き過ぎた。よし。わで、問題の方はね、ツイッターとかにも、ハート上げてますので、もしよかったらそちらで確認してみてください。では行きましょう。で、今回はシンプルなんだよね、すごく。まず y イコール ax2 乗、どっち、こっち行こうか。で、あと a が正っていうルールがあるので、一応それも書いておきます。最後にね、書いてある。で、あと点 A の X 座標が2なので、ここの X が2、これだけ使える。 Y は空欄にしておきましょう。で、これだけなんだよね。で、まず1番、点 A の Y 座標が6の時、 A の値を求めなさいという感じなんですが、これですね、なんでこの問題今回取り上げたかっていうと、まあ、3番がすごく大事で、ある技をね、皆さんに伝えたくてっていうのもあるんですが、これあそこの2っていうのは、もともとの一番上の問題文に書いてあるじゃないですか。ってことは、この2はずっと使っていいの。1番、2番、3番を解く上でどこでも使って OK なのね。でも、丸1番の問題文の中に、点 A の Y 座標が6の時って書いてるじゃないですか。だから、この6っていう数字は全部ではなくて、1番でしか使えないんです。で、もちろんそんなん分かってるわっていう方も多いと思うんですけど、これ意外と混合して、ごちゃ混ぜになっちゃう子もいるので、ちょっとね、言わせていただきました。だから1番においては2はね、全部使っていいから使えると。で、 Y 座標の6もここは使って OK なんです、1番では。で、こうなってて、で、 Y イコール AX2 乗の A を求めたいとごめんね。で、今この点はこのね、 Y イコール AX2 乗の上に乗ってるから、乗ってるってことは代入して OK だと。つまりこれに代入して、6イコール x22 が4だから4上で、これ左右入れ替えるときはね、符号変えなくていいので、4上イコール6で、これ割り切れないんだけど、割り切れないときは文字にくっついてる数字が下ね、分数の。だから a イコール4分の6で約分して、2分の3と、これで終了となります。で、2番が、a イコール2とすると書いてるので、まず、この6は使えないです。2番になったら。もう話が変わってるので。で、a が2って言ってくれてるから、この2番を解くときは、y イコール 2x2 乗ですよって言ってます。ここが2だからね。その時に、直線 y イコール 2x プラス b が点 a を通る。じゃあ b 求めてよっていう感じだね。で、今、ここは、まあ、書き直さないですけど、ここ2ね、2x2 乗。で、さっきも言ったように、a の左側、x 座標の2は使って OK なので、ここは2なんだよ。じゃあ、ここいくつなのかなって考えたときに、今、y イコール 2x2 乗使うことができるから、x のところに2代入して OK じゃん。ね、上に乗ってるから OK だと。だから、代入してもらうと、2×4 になるので、A の座標は2の8になります。2番においてはね。で、この2の8を Y イコール 2X プラス B がこの2の 8A をね、通るって言ってるから、通るんだったら代入して OK じゃんっていう話なので、 Y のとこに8で、 X のとこに2だね、入れると4プラス B、 つまりこれね、あと計算してもらって B イコール4、これで終了となります。で、3番ですね。で、3番に関してちょっと先にお伝えすることがあって、2つ解き方を紹介します。
で、1個は、本当にこの問題のちゃんとした解き方です。ちゃんと、それはすぐ終わります。すぐ終わるわけじゃないけど。図形のある特徴を気づけばすぐ終わる問題。で、もう一個、あえて紹介するのは、その最初にもちょっと話しましたけど、ある技があってですね。で、この技は、学校ではやらないと思います。はい。で、進学塾の先生とかでは教えてくれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとそれを紹介したいので、もしよかったら、まあ、二つね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですが、解き方、聞いてみてください。で、3番何かっていうと、A の対象の点。だから、ここ Y 軸について対象なんで、Y 軸を鏡と見た時の反対側。ここですね。まあ、ここに B がいると。で、C が、Y 軸上にあって、Y 座標がマイナス1。だから、まあ、この辺にあって C が0のマイナス1なんだよね。Y 軸上だから。で、その時に三角形 ABC が直角二等辺三角形なの。で、つまりこう、ピーって、これ真横ね、線になって、ピー、ピーとなると。これは直角二等辺三角形。で、直角って言ってるから、どっかが直角になるんですけど、どこがなるかっていうと、ここがなります。ここ。必ず。で、なんでかっていうと、さっきも言ったように、この AB っていうのは、X 軸と平行、つまり真横の線です。真横の線のとこに直角作ろうと思ったら真下だよね、ここ。こう作るか、こう作るしかないんですよ。でも、そうしたら Y 軸ぶつかんないんでありえないのね。だから、ここで作るしかないんです、今回。直角を。っていうことを気づくと、この図おかしいんだよね。もともと与えられてる問題文もね、そういう風に図がなってたんですけど、ちょっと書き直します。説明上ね。多分ね、この関数をちょっとかなり緩やかにしないとならないので、一回ちょっと線引き直します。こうね、その問題解いてるときに、直角なんねえじゃんっていうの結構あるんだよね、こういう問題のときは。よいしょ。で、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんだけど許して。多分ね、ゆるくすればいいと思うんで、このぐらいでゆるくしたらいけるかな。これいけなかったら辛いね。よいしょ。これでいけるかな。ちょ、ここもあったで。この辺を A にして、真横。ちょっと遠くなっちゃったけど、B にすると。で、ちょっと甘いかもだけど、許して。これ直角だね。で、ここに C が0の1、マイナス1か。で、いるよと。こんな感じ。図で言うとね。で、ここが戻ると2は使って OK で、Y はわかりません。右入ってるかな？ギリか。ちょっとカーブがあれだったね。こんな感じ。で、B なんですけど、もちろん、左右対称になってるので、こっちが2だったら、こっちはマイナス2ですよね。で、Y 座標はわからないんですが、A と同じ高さにはなります。まあ、空欄にしときましょう。で、こういう状態。さあ、で、これをどうするかっていうと、ある図形の、まあ、特徴にね、気づけるかどうかっていうのがポイントなんですが、ここです。今、ここの部分、ちょっと D って置かせてください。ここです。三角形 ACD、青の部分ね、あるじゃないですか。ちょっとこうね、出しましょう。ちょっと大きくしたいな。A と D と C、こんな感じだね。で、今、これ真横の線なので、当然ここは直角になります。こうやってね。で、ここ Y、左右対称のものを Y 軸で切ってるので、ここ90度じゃないですか。半分になってるから、ここ45度です。半分なので。ってことは、ここ45度なんですよね。90、45、45、こういった、なんだっけ、三角定規の一つです。と同じ状態。で、今、ここの長さっていうのは、ここ2ですよね、座標が。ってことは、長さ当然2なので、ここ2なんです。長さが。って考えると、三角定規、思い浮かべるとそうなんですけど、こことここの長さ同じなので、この長さも2になります、今。これが気づけるかどうか。これ気づけると終わります。で、なんで終わるかっていうと、今、ここに図にあるように、X 軸がこう通ってますよね、ピーって。で、ここの座標が0のマイナス1じゃないですか。ってことは、ここの距離は1ですよね。マイナス1ですけど、下に1個潜ってるので、長さは1なんです。ってことは、ここの長さも1になります。
全部で2で、下1使ってるから上も1ですよね。長さとしては。なので、ここの D の座標が0の1ってことがわかります。上に1だから。で、D の高さ、だから座標が前1なんで、当然、こことここも1なんです。っていう、これがわかるかどうか。ここはね、45度に気づける方が大事なんですけど。で、なんでこれすると終わりかっていうと、A のね、座標が出るのも、2の1って分かってるでしょ。で、A が出たってことは、あとここに2と1代入すれば、このスモール A 求めることができるので、あとは、3番。求めた2の1。これを、Y イコール、AX2 乗に代入すると。なので、1イコール2に頭から 4A。さっきと同じで、左右入れ替えるときは、符号変えなくて OK、下は空いた。OK、全然空いたわ。なので、A イコール4で割って、4分の1。これで終了となります。はい、これが、まずね、ちゃんとした解き方です。この問題の。だと思います。だと思います。おかしいけど。そう、自分がね、やったのはこのやり方ですね。で、ここまでで一応解説は一回終わってます。なので、その後に一応一個技をね、皆さんにお伝えしたくて説明するんですけど、もうここまででお腹いっぱいだと、これだけ分かればいいよって方は止めちゃって大丈夫です、ここで。で、もしよかったらね、もう一個今解説やるんでね、お付き合いください。で、ちょっと消しますね。別解行きましょう。はい。ですね、今回、ポイントはここです。直角なんですよね。で、これま、三角形が直角っていう話でやりましたけど、ちょっと言い換えると、AC っていう直線、こっちね、直線と、BC っていう直線、二つの直線が垂直に交わる、ってると同じですよね。言い換えれば。まあ、状態見たらわかりますけど、直角に交わってると。で、これね、ある直線とある直線が直角に交わるとき、それぞれの傾きです。切片どうでもいいんです。傾きだけ。傾きをかけたらマイナス1になるっていうルールがあります。まあ技ですね。これだけです。これをお伝えしたかったと。で、この技はめっちゃ頻繁に使うって言ったら使わないです。使わないんですけど、あと傾きをかけてマイナス1っていうものだけなので、覚えといて損はないです。使える場面もあるので。だからもしよかったら覚えておいてください。で、今回はね、それを使うとちょっと分かりにくくなるんですけど、それで解きます。ちゃんとこれ答え出るから。で、よかったらお付き合いください。いい。傾き同士をかけたらマイナス1です。直角の時はね。で、これ話を戻すと、ここ分かってないからね。まだ分かってないと。で、これも分かってなかったんだよね。で、この状態でもう一回やっていくんですが、今、2とマイナス2は分かってるじゃないですか。で、A は当然この関数の上にいるので、無理やり X2 を代入すると Y イコール 4A になります。だから、ここ 4A なの。で、ここ 4A だよね。ってなる。で、AC の傾き、ちょっと消しちゃうよ。傾きっていうのは X の増加量分の Y の増加量なので、まあ、どっちからどっちを引くって決めちゃえばいいです。例えば、A から C を引くって決めたら 2-0 だよね。2-0。で、4A からマイナス1を引くから 4A プラス1となるので、2分の 4A プラス1となります。で、もう一個 BC の傾きも、まあ、どっちから引いても構わないんですけど、じゃあ C から B を引くって決めたら、C0 からマイナス2を引くので、2分のですね。2分のこっちからこっちを引くから、マイナス1引く 4A。で、これちょっと計算しやすいように上マイナスでくくり出します。そうすると 4A プラス1と。まあ、こうなると。で、それぞれの傾きが出たので、2分の 4A プラス1。この傾きと、この傾きをかけたらマイナス1ですよ。あとこれ解いたら終わりなんです。まあ、今回の問題これめんどくさいですけどね。で、分母が4になるので、両辺4かけます。4かけるとこっち消えて、こっちがマイナス4になる。で、ここまとめると、マイナスカッコ、4A プラス1の2乗、で、マイナス4になる。
両辺マイナスで処理して、両辺マイナス消してしまいます。で、2乗イコール数字になっているので、2乗、こっちの2乗を消す代わりに、プラスマイナスルートをつけるから、プラスマイナスルート4、ルート4は2と同じなんで、こうなります。で、あとは、これを右辺に持っていくと、こうなる。入ってるか？いけるね。こっち来るよ。これ、プラス2、マイナス1は1です。マイナス2、マイナス1はマイナス3です。こうなって、両方4で割れば入ってるかな？入ってる。マイナス4分の3と、両方答え、2つ答えが出てくると。で、最初に A は正と言ってるので、こっちは使えないから、A イコール4分の1で終了となります。まあ、ほんとね、これだけ見たら絶対やりたくないと思うんでみんな。思うと思うんだけど、覚えてほしいのは、直線が直角に交わるときは、傾きをかけたらマイナス1、まあ、変わってるけどね。になるっていうのをもしよかったら覚えておいてください。では、ちょっと長くなっちゃいましたけど、今回はね、受験対策動画の関数の第17弾をお送りしました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、引き続きね、関数取ったり、別の単元も取っておりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。